さあこの第3セット VC 長野のサーブからゲームが始まります。ネットにかかりました。最初のサーブから中野が思い切って狙っていったんですが、ソナイが上げて、そしてここも早い攻撃、また三輪がセンターからの攻撃で得点を奪っています。三輪は 1,2 セットを終わってアタックでこの8点をマークしていましたが、この第3セットでも最初の得点三輪が上げました。しかし清水が打ち込んできた。清水がバックからの攻撃、バックアタックでパナソニック得点を奪いました。清水も 1,2 セット終わって11得点、この第3セットでも最初の得点を挙げました。アラウジョ、クビアクが止めた。ここは拾った、繋いでいる VC 長野、このボールはアウトになりました。 VC 長野が得点奪ってこれで2対2です。アラウジョのサーブ、クビアクが拾った、強く打ち込んできました。いいです、クビアクのサーブ、ネットインしましたがコートの中には落ちませんでした。アウトです。ゲームスピードよく進んでいます。池田コータのサーブから始まって、そしてバシタに叩きつけるようにして小宮が打ち込んでいきました。そして小宮のサーブです。ソナエ、アラウジを使いましたが、しかしここでホイッスルは、得点で VC 長野が追いつきました。後ろから首役、バックアタックを決めています。首役が第1セット第2セットを終わってちょうど10得点をマークしていましたが、この第3セットでもバックアタックで首役が得点を挙げています。清水のサーブです。パナソニックが1点のリード。ここは中野です。ここで追いついた VC 長野、さあリードを取りたい。下川のサーブから、叩きつけるように山内がここで吠えました。これで6対5。さあ中本のサーブ、ネットインしました。アラウジョ、ここは拾いきれませんでした。ダイレクトで返したが、クビアクもなんとか拾いましたけれども、このボールアウトになりました。第3セット前半です。中野のサーブが続いて、伊賀がなんとか上げて、クビアク、ここは触れていましたが、山内のサーブです。三輪自ら拾った、池田、ライン際は決めています。ライン際に決めて、これでまた VC 長野のリード。清水が飛び込んできました。なんとか拾った、返した。清水がまた拾って、深津が上げて、クビアク、ブロックに当てて、このボールまた池田、しかし返された。ラリーになった。アラウジョ弾いたが、伊賀がトスを上げて、クビアク、どうか、アウトです。こいつ追われずの攻防です。第3セット、中本のサーブ、池田が上げた、ここも早い攻撃、三輪バックトスで組役が返した。アラウジョブロックアウトで VC 長野懸命なプレーを続けています。伊賀、深津、そして清水、自在に得点を取ってきています。14対14。山内のサーブ、備えから、ここは早い攻撃、三輪です。三輪も大きく得点を取っていました。第3セットでも得点を挙げています。そして清水が来ましたが、このブロックはアウトになりました。 V
ブロックアウトで15対15。そして復活のサーブ、また速い攻撃です。センターから今度は森崎。この10点以降は両チームその得点奪い合っています。原内のサーブ、清水行けという声も聞こえてきましたが、リベルが本当によくボールを拾っています。アラウジョのサーブ、池田光太から、そしてアラウジョ、ここで決めていきました。バックトス、アラウジョが左腕を振り抜いて、池田光太のサーブ決まりました。伊賀の左サイドに落としていって決めています。さあリードを広げられるか、ここはブロックで止めた。さあ VC 長野のサーブです。池田光太の大事なサーブ、クリアク、深津、清水、ブロックを弾いていって、ここでパナソニックがその差を詰めていくかどうか。池田光太から、そして2で返した。しかしここはここで2で返したんですけれども、VC 長野の得点とはなりませんでした。パナソニックのサーブ、アラウジョ、どうか。連続で得点を返してパナソニックが追いつきました。渡辺のサーブが続いていますが、ここはアウトです。さあ VC 長野のサーブから、清水はここはブロックアウトでしょうか。いや、 VC 長野の得点です。清水に対してブロックで得点を上げています。これで21点目。うまく落としましたが、ここもアウトです。中本のボールは第3セット、パナソニック大竹が入ってきました。さあ清水の強烈なサーブ、なんとか下川つないだ、アラウジョ、しかし入ってきた大竹でしょうか。ここでまた追いついて清水のサーブ、早い攻撃は伊賀が拾った。中本、ここは VC 長野の得点です。セッターは芯が入ってきています。下川のサーブ、大竹打ち込みましたが駆動しています。さあこれで2点のリード、芯が上げた、首役バックアタックでパナソニックは中本のサーブ前で、ここはダイレクト、大竹でした。大竹がダイレクトで、ダイレクトの攻撃で得点奪っています。さあ23対23です。24点目はどちらが取るか、繋いでいっているが、ここは返すだけ、伊賀がトスを上げて、そして首役、まだ繋いでいる、アラウジョどうか、ホイッスルがかかりましたが、この一連のラリー、この山内を飛ばして首役が打ち込んだ後、中本のサーブからどうか、ここは決まっています。 VC 長野追いつきました。ひとまず消しました。さあ24対24、デュースにあった第3セット、ネットにかかりました。終止符を打つかどうか、山内のサーブ、備えが上げて、どうか、今度もまたマッチポイントを消しました。これでまた25対25。三輪のサーブ、柔らかく入れた、大竹一成は決めています。ああここで26点目が
ここでまた入ったという判定になったんですが、この後すぐにまた VC 長野からのチャレンジ、アンテナに当たったのではないか。第3セット、パナソニックのスパイクボールが、さあ今度は VC 長野がセットポイントを握りました。第3セット、クビアク、クビアクに戻して打ち込んでいって、ここは VC 長野の得点です。息詰まる攻防、第3セット27対25という、このスコアで VC 長野が第3セットをものにしました。